Here's the one thing I want you to know. You got someplace to go. Life's a test, yes, but you go toe to toe. You don't give up, no, you grow. And you use your pain, cause it makes you you. Though I wish I could hold you through it. I know it's not the same, you got living to do. And I just want you to do it. So get up, get out, relight that spark. You know the rest by heart. Wake up, baby, it's all you do. Look out, look inside of you. It's not what you lost, it's what you'll gain. Raise your voice. 本日は2021年度城西国際大学メディア学部プレゼンツ卒業公演マジカルドリームにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本公演は感染対策のため無観客配信とさせていただいております。最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。それでは開演まで今しばらくお待ちください。Life can be a mess. I won't let it cloud my mind. I let my fingers fly. And I use the pain. Let me introduce myself. We got some time to kill. Consider me the pearly gates to your new favorite thrills. We could go make history. Or you could rest in peace. But here there ain't no misery. Cause on the other side we live like kings. What you gonna do, what you gonna do? Let your body loose, let your body loose. What you gonna do, what you gonna do? Show you a thing or two. Cause you ain't seen nothing. Life is good. But happiness is free. Just so happens you're in luck. We got a vacancy. We can set the night on fire and break out of the scene. Your soul print on the walk of fame, on the boulevard of your wildest dreams. What you gonna do, what you gonna do, boys? Let your body loose, let your body loose. What you gonna do, boys? Ain't bragging if it's true, now you ain't seen nothing. See, I got your glamour, got your gold, got all you'll ever need. Let me hear you now. The rain don't blind the rising souls. They got too much to see. Yeah, yeah. I got your glamour, got your gold, got all you'll ever need. Yeah, yeah. I said, watch me make a move, boys. What you gonna do? What you gonna do? I said, watch me make a move. No, I don't disappoint. What you gonna do? You, ain't it something?
日後ともやの今伝えたい気持ち。こんにちは。いよいよ始まりました日後ともやの今伝えたい気持ち。この番組では将来幅広く活躍できる歌手を夢見る日後ともやが大学生活の総まとめとして今一番伝えたい音楽を届けていきます。どうぞ最後までよろしくお願いします。さて、皆さんは好きな音楽を聴いたり、好きなアーティストを思い浮かべたりした時に何か思い出すことはありますか？私にとって好きな音楽やアーティストは自分の憧れや癒しとして心を温めてくれる心の栄養剤のような存在で、一番の存在がエグザイルです。小学5年生の時、初めてエグザイルのライブに行ったことがきっかけでドハマりし、それからは辛い時も悲しい時もエグザイルの音楽に心を救われてきました。そんなエグザイルの作品から一曲、皆さんにお届けするのは2020年にリリースされた愛のために For Love, For a Child です。言葉だけじゃ伝えきれない、その想いを空につないでこう、いつか準備ができてから始めようって決めてたけど、今君が笑顔になれるなら、その準備は後回し。時にはわがままに自分を貫いても、それが誰かのためになるのなら、きっと間違いじゃない。言葉だけじゃ伝えきれない、その想いを空につないだら、こんなにも沖縄になって幸せの中に君がいたよ。 As a night 二度とないこの瞬間忘れない、君との思い出離さない、二度とないこの瞬間忘れない。生まれながらに苦しくて夢を見れない子供たちがいて、日々の暮らしに疲れ果てて空を見れない大人もいる。苦しみの尺度はそれぞれ違うけれど、少しずつでも希望が見えるはず、そう信じてようよ。言葉だけじゃ伝えきれない、その
たらこんなにもわけないになって包まれてる僕がいたよ。君との思い出離さない、二度とないこの瞬間忘れない、君との思い出離さない、二度とないこの瞬間忘れない。最初から自信がある人なんていないから、進みながらでみんな For love, for joy, for me, for you、 言葉だけじゃ伝えきれない全ての思いを今ここに、空高く強く掲げよう、何かが動き出すはず、伝えきれないその思いを空に繋いだら、こんなにも沖縄になって幸せの中に君がいたよ。伝えきれないその思いを空に繋いだら、こんなにも起きないんだって、包まれてる僕がいたよ。二度とないこの瞬間忘れない、君との思い出離さない、二度とないこの瞬間忘れない。今お聴きいただいた曲は EXILE が2020年にリリースした愛のために For Love, For a Child でした。この曲はですね、自分を支えてくれた人たちへの愛や感謝とともに、今というかけがえのない時間を大切にしようという気持ちが歌われています。私もこれまで大学の先生や家族、友人などたくさんの人にお世話になってきました。その方々との間には愛があって、その愛のおかげで今というこの一瞬一瞬の時間がかけがえのないもので大切なものになっていることを実感しています。だからこの曲を通してありがとうっていう感謝の気持ちを伝えたいと思ったんです。この曲には普段は照れくさくて素直になれない人でも感謝の気持ちが言えるようにアシストしてくれる部分もあるんですよ。だから皆さんもぜひこの曲を聴いて周りの大事な人たちに感謝の気持ちを伝えてみてください。さて、続いての日ごとまへの伝えたい気持ちは、さよならです。もうすぐ年度も変わり、別れの季節がやってきますね。私も今日お送りするこのラジオが自分の卒業公演で、来月になれば卒業式があって、それが終われば大学の校舎や先生、友達ともお別れになります。そう思うとめちゃくちゃ悲しいです。でも、その別れを悲しいと捉えるんじゃなくて、前向きに考えたくないですか？だって、別れの先にはまた新しいことが待っています。終わることを悲しむだけじゃなくて、これから始まる何かに期待するのもいいんじゃないか。そう思うんです。次は、そんな気持ちや思いの詰まった曲をお届けしたいと思います。
2016年に乃木坂46がリリースした曲、さよならの意味。さよならに
染みの先に続く僕たちの未来始まりはいつだってそう何かが終わることもう一度君を抱きしめて本当の気持ち問いかけた失いたくない守りたかった愛に変わるもの お聴きいただいた曲は乃木坂46が2016年にリリースしたさよならの意味でした。実はこの曲は私が高校生の時に初めて人前でステージに立って歌った曲なんです。だから思い入れが本当に強くって、それからこの曲でセンターを務めた橋本七海さんはこの曲の活動が終わると同時に乃木坂46を卒業し芸能界も引退されました。そんな彼女の最後は、歌詞にもあるように、後ろ手でピースという背中を向けてピースをするような形で、笑顔でステージから降りていきました。彼女のように、私も未来に希望を持って、笑顔でさよならを言えたらなと思います。皆さんも、別れを悲しいものとして捉えるのではなくて、前向きに捉えてみましょうよ。さよならが、きっと、もっとより良いものになると思います。ここまで2曲お送りしてきましたが、いかがでしょうか？楽しんでいただけていたら嬉しいです。さあそれでは、肥後朋也の伝えたい気持ち、最後のテーマは、出会いです。皆さんもこれまで、学校やバイト先、今のこの空間もそうですが、きっといろんなところでいろんな人に出会ってきたと思うし、これからも出会っていくんだと思います。出会いって、本当に素晴らしいですよね。だって今このスタジオで一緒にライブをしてくれている人や配信の向こうでライブを見てくれている人、一人一人に様々なきっかけがあって同じ時間を過ごしているんだと思うんですが、それに至るまでのきっかけが一つでも違っていたらきっと出会えなかったと思うんです。そう思ったら今ここで出会えたことって奇跡じゃないですか。出会いって当たり前に起こっていることだけど本当は奇跡で素晴らしいことなんだってこと、今日のラジオでは一番伝えたいです。そんなメッセージ性のあるこの曲を最後にお届けしようと思います。2017年に EXILE の後輩グループである GENERATIONS が DEEP という LDH のコーラスグループのカバーでリリースした曲で、EXILE の事務所に昔から伝わる名バラード、空。
この空の下で巡り合う季節、見上げた虹の向こう、会いに行くから、この声が届くまで歌い続けるよ。いつでもどんな時も君を思ってる。
お聴きいただいた曲は EXILE の後輩グループ GENERATIONS の空でした。さあ、この番組もそろそろ終わりの時間が来ております。今日は日ごともやの伝えたい気持ちをテーマにお聞きいただきました。皆さんに私の3つの気持ち、感謝、さよなら、そして出会いが少しでも届いてくれたら嬉しいです。ぜひ皆さんも大切な誰かに自分の気持ちを伝えてみてください。今日のお相手は城西国際大学4年の日ごともやでした。またどこかでお会いしましょう。さようなら。君みたいには笑え
ありがとうございます。今日は、卒業公演ということで無事にこの日を、迎えることができて本当に本当に嬉しく思います。なんかこう4年になって初めの方からずっと準備をしてはきましたけど本当にできるのかなって思ってる部分があったのでこうやってこうステージゼミの皆さんと一緒にこの一つのステージを作ることができてすごくすごく嬉しいなと思います。短い時間でしたけどあと1曲歌わせていただきますのでそうですね何か少しでもこれを見てくれた聞いてくれた方に少しでも、何か響いたら伝わったら嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございました。それぞれだから僕は僕の思うように生きる
to the beginning. Cause everything is rushing in fast. Keep going on, never look back. And it's 1, 2, 3, 4 times that I try for one night out of fire in my eyes. I'm going out of my mind. Whatever happens, even if I'm the last in it, I'ma stand tall. お待たせいたしました。まもなく第2幕を開演いたします。2222年、世界は深刻な地球温暖化により滅亡の危機に瀕していた。その惨状は今や目も当てられないほどであり、被害が深刻な地区ではすでに土地は枯れ、日は照りつけ、人々は浸水の恐怖に怯えて暮らしていた。一見平穏に見える我々の暮らしも、着実に少しずつ日々の暮らしにその影が静かに忍び寄っていたのである。さて、2222年から遡ることおよそ5年前、今我々が暮らしている地球と全く瓜二つの惑星が発見されたと国際連合から世界中の民衆に発表があった。今我々が暮らしている地球と大差ない惑星だったこともあり、やっとこの苦しみから解放される、惑星に移住できるようになると、それはもう新惑星の話題が連日連夜人々を賑わせていたのだが、ある日とある一報が国民に届いたことにより、国の運命を揺るがす大騒動へと変貌を遂げるのである。速報です。先ほど内閣総理大臣により新惑星への移住に対する国民投票が行われることが決定したと発表されました。繰り返します。先ほど内閣総理大臣により新惑星への移住に対する国民投票が行われることが決定したと発表されました。この度、このような会見を開きましたのは、たびたび話題に上がっております新惑星について、政府から国民の皆様に新たにご報告があるためです。我々政府はかねてより懸案となっておりました新惑星移住の是非について、日本国として新惑星に移住するか移住しないか、その判断を国民の皆様に委ねることを決定いたしました。投票日は1週間後の建国記念日です。この投票は全ての国民にとって大変重要となるものです。日本の未来は国民の皆様の手に委ねられています。おい、聞いたか、国民投票だってよ。いやいや、急に投票しろって言われても。生まれ育った故郷をそんな簡単に捨てていいんですか？惑星移住に反対！反対！河原には総理をやめろ！やめろ！我々の地球を守れ！守れ！宇宙人に会えるの？
新惑星？どんな星なの？それよりスタバ行かね。新惑星にいい男いるかしら。新しい惑星に行くことこそが私たちの幸せの一歩につながるのです。ねえねえ、みっちどっち派？ひろあきの本で読んだから反対派かな。え、マジ？じゃあ私も反対にしよっかな。あんたもそれじゃん。イエーイ。この番組は FM サニー、皆様の生活に幸せを、宇宙ステーションマサの提供でお送りします。星音とうちこの星空トゥインクル。ということで本日も始まりました。本日も進行役を務めますうちこと星音です。今週もいろいろとビッグな話題がありましたが、皆さんはどうでしたでしょうか。いやー、今週はもう嬉しくてたまりませんでしたよ。ついにですもんね、星尾さん。そう、ついに我々が安心して暮らせるような惑星に行くことができるんですよ。まだ早いですよ、星尾さん。すいません、嬉しくて。そうです、ついに国民投票を行うと先日発表がありましたね。はい、私たち国民の投票で惑星に移住するか移住しないか、どちらかを決定できるというとんでもない投票ですね。いや、これ前々から噂になっていましたが、改めてニュースで聞くと実感が違いますね。この時を待ちわびていた方々も多いんじゃないでしょうか。はい、そうですね。それでは惑星移住について皆さんがどのように感じているのか、賛成派、反対派、街のリアルな声をそのまま皆さんにお届けいたします。あなたは惑星移住に賛成ですか、反対ですか、教えてください。もちろん賛成です。やっとっていう感じでとても嬉しいです。子供のためにも賛成です。新しい惑星に行ったら何したい？かけっこしたい。賛成。周りの友達もみんな賛成って言ってるし。皆さん念願のといった感じがにじみ出てましたね。そうですね。近年海面の上昇率が上がり始めてから、海面での生活を余儀なくされたり、居住区を移動しなければいけなかったりと大変でしたからね。私も今暮らしているところに住めなくなってしまって、はい、新しい居住区を探してるんですけど、はい、もうどこも避難者でいっぱいで、もう新しいところを探すの大変でしたよ。それは大変でしたね。いや、新しいところが見つかって本当に良かったです。子供たちがまあ大変です、まあ、僕の話はこの辺にしまして、さてお次は皆さんからのお便りのコーナーです。今週のテーマは移住先で何したい。皆さんのやってみたいことどんどんお聞かせください。公式ツイッター星空トゥインクルまで投稿よろしくお願いします。この放送は皆様の生活に幸せを、宇宙ステーションマサの提供でお送りしています。マサで宇宙へ。宇宙をエンジョイ、マジ楽しい、マサの服着て楽しもう、ルルルン。マサの宇宙船予約で T シャツプレゼント、なんと2バージョンも、これはマサしかない。マサ、星音とうちこの星空トゥインクル。続きましてお便りのコーナー、愛知県青木聡太くん9歳からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕は惑星移住したいです。そして宇宙人と仲良くなりたいです。僕の住んでいる地球にはお母さん、お父さん、犬のワン太郎、お友達のたっちゃん、めぐみちゃん、他にもいっぱいいます。でも宇宙人はいません。だから僕は惑星移住して宇宙人と仲良くなって一緒にサッカーがしたいです。実はこんな絵も送ってくれました。ありがとうございます。この緑色が宇宙人ですかね。そうかもしれないですね。まあ最近は UFO の目撃情報も増えていますし、研究も進んでいますから、宇宙人と共存できる日も近いのかもしれませんね。ですね。私も宇宙人に出会ったことがないので、惑星移住したら宇宙人とお友達になりたいです。いや、すごくワクワクしてきました。青木聡太くん、ありがとうございます。ありがとうございます。
続きまして徳島県ふわふわボタンさん42歳からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は安心して地上に住みたいです。今世界は地球温暖化の影響で地盤が緩くなってしまい、昔のように安心して生活することができません。私が住んでいる地区もいずれは避難区域になるようです。なので惑星移住したら地上に大きな家を建て安心して老後を迎えたいですとのことです。すごくわかります。巨大地震や海面上昇の影響で陸地が不安定なのは毎日心配ですよね。避難区域出身の私も地震で目の前の建物が倒壊した時はすごく恐怖を感じました。それは怖いですね、はい、でも新惑星なら安心安全に暮らすことができるのでもうその心配もありませんね。ですね。ふわふわボタンさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんたくさんのお便りありがとうございます。惑星でやってみたいことたくさんの夢で溢れていて、なんだか私途中で泣きそうになっちゃいました。皆さんの夢が現実になる日も近いんじゃないかなと思いますね。ですね。さて次回は新惑星に関心のあるゲストの方をお呼びしてお送りするスペシャル番組。皆さんが日頃に思うこと、新惑星について知りたいことをゲストの方にズバッと解決してもらいます。お便りどしどし送ってください。それでは皆さんグッドラック。この番組は FM サニー、皆様の生活に幸せを、宇宙ステーションマサの提供でお送りいたしました。投票に行こう。2月20日あなたの1票が人類の明日を変える。街に緑を、みんなに笑顔を、温暖化対策協会の提供でお送りいたします。森の高梨の青いポスト。皆さんこんにちは。日頃の話題や皆さんの疑問の声にお答えする番組、青いポストの時間です。本日も私森野と高梨がお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて高梨さん、はい、連日連夜話題になっております惑星移住計画ですが、高梨さんはどのようにお考えですか？私はちょっと複雑な気持ちがありますね。それはまたどうしてですか？だっていくら地球と似てるかってまだわからないことだらけじゃないですか、はい、新惑星に移住してからも惑星に移住してどうなるかまだわからないって中で本当にそういうお気持ちすごくわかります。だから私は惑星のことよりも地球でよくて今をどうにかするべきではないかと思うんです。だから私は惑星移住に関しては反対なんですよ。失礼いたしました。やはりそう思いますよね。わかります。森野さん、私も反対です。本当ですか？はい、よかった。国民投票が発表されてから皆さんも不安に感じてるんじゃないでしょうか。はい、やはり生まれ育った地球を捨てるというのはいかがなものかと。そう思います、はい、それでは町の皆さんは惑星移住に賛成か反対か、実際に町の声を聞いてみようと思います。惑星移住に賛成ですか反対ですか？どちらかといえば反対ですかね。正直不安な気持ちでいっぱいです。反対に決まってるだろう。移住化計画の方にお金を回す暇があったら温暖化対策に資金を回すべきだ。当然反対です。オゾン層を復活させるという研究はどうなったんですか？
世の中の何だろう分かっていらっしゃる。圧倒的に反対派が多い印象でしたね。反対になる気持ちも分かります。もし惑星移住が現実になってしまうと、せっかく政府が出始めた温暖化対策の研究も全て無駄になってしまうんですよ。あれ、あの発明良かったですよね。植物繊維のレジ袋ですか？そう、それです。あの発明で一気に環境が変わりましたよね。はい、プラスチックを一切使わずに植物の繊維のみを使用したレジ袋で海洋汚染の減少にもつながったり、最近ではペットボトルにも使われ始めたらしいですね。はい、ですからまだ私たちは地球でやらなければならないこと、できることがあると思うんです。はい、皆さんからも同じような声がたくさん届いております。今週のテーマは私がここにいる理由です。皆さんからのたくさんの意見やお気持ちをお聞かせください。公式ツイッター青いポストまで皆さんの投稿お待ちしております。この番組は街に緑を、みんなに笑顔を、温暖化対策協会の提供でお送りいたします。私たちは親不孝です。私たちは私たちを育ててくれたお父さんお母さんをたくさん傷つけてきました。親不孝のままでいいですか？しております。青いポスト、続いてはお便りのお時間です。それではご紹介いたします。新潟県青い地球さん、50歳の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。森野さん、高梨さん、こんにちは。こんにちは。私は惑星移住に反対です。なぜなら私は地球が大好きだからです。ここには私の思い出すべてが残っており、自転車で駆け抜けた坂道、子供とピクニックにいた公園など、私が生きてきた50年の証がたくさん残っています。ですので私は最後まで反対の声を上げ続けます。どの景色も大切な思い出たちですね。何か高梨さんにとって大切な思い出や景色ってあったりします？はい、小さい頃家族と一緒にいた海ですかね。天気が良くて、今よりも透き通ってて、今じゃ考えられないような光景ですね。はい、ぜひまた見てみたいですね。青い地球さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、福岡県在住、田中ミントさん、63歳の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は移住に反対です。住みづらくなったからって地球を捨てる、その傲慢な選択に怒りを感じます。人間のエゴで成長ばかりを追い求め、その結果地球を破壊してしまいそうになっているのが今なのであれば、ここでその過ちに気づき、自らの生き方を顧み立て直すのも人間に課せられた宿命なのではないでしょうか。自らの生き方を顧みる、大切な考え方ですね。森野さんが思う人類の過ちって何ですか？私が思うのは、教科書で見た原発事故現場の放棄ですかね。200年だった今でも残ってる負の遺産ですから、そもそも人間は捨てるということに慣れすぎなんです。ゴミのポイ捨てやペンギンの絶滅だって、あれには失礼いたしました。たくさんの思い出がありますよね。田中ミントさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんからのたくさんの意見や感想を見て、地球温暖化をなんとかせねばという気持ちがより一層高まったように感じます。お便りありがとうございました。現実から目を背けずにこの問題に取り組んでいくべきだと、そう思いました。さて、次回は時間枠を広げての特別番組となります。地球温暖化対策に関心を寄せるゲストの方をお呼びして、
惑星移住に対してのご意見や地球のこれからについてお話ししていただきます。皆さんからのご意見ご質問も募集しております。それではまた次回お会いしましょう。この番組はリバース、街に緑を、みんなに笑顔を、温暖化対策協会の提供でお送りいたしました。私たちは親不孝です。私たちは私たちを育ててくれたお父さんお母さんをたくさん傷つけてきました。親不孝のままでいいですか？投票に行こう。2月20日、あなたの一票が人類の明日を変える。さあ、国民の運命が決まってしまう惑星移住国民投票まであと1日。2つのラジオ局は明日に迫る国民投票に向けて惑星移住に対する賛成反対の意見を国民の皆さんとに提示する最終工程に入りました。ここからは2つのラジオ局ここからは2つのラジオ局のそれぞれの主張を客席の皆さんと、そして画面の前のあなたと同時視聴しながら実況していきたいと思います。実況は私と解説女子くんで行っていきます。女子くんよろしく。先生よろしくお願いします。さあ、まずは移住反対派。世界各地の話題から昨今の社会問題に至るまで硬派な番組として熱い支持を得ている番組青いポスト。惑星移住に対して反対という確固たる意思をどこまで伝えることができるのか見ものですね。環境問題に対してもたびたびラジオ内で取り上げてきていますからね。今さら中途半端な内容じゃ許されませんよ。そうですね。特に高梨さんは以前から地球温暖化対策への呼びかけやボランティア活動もされていますからね。森野さんはお母様の介護をされているようですから、そうですね、どう出るのかも見どころですね。森野高梨の青いポスト。皆さんこんにちは。日頃の話題や皆さんの疑問の声にお答えする番組青いポストのお時間です。本日も私森野と高梨がお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、我々の今後が決まる国民投票が明日に迫ってますが、心境はいかがですか高梨さん。はい、がぜん私は反対です。国民の皆さんも反対に投票してくださると信じております。私も絶対に移住に反対です。本日はいかに移住に反対することが大切かを皆さんにお伝えできればと思います。そして続いて賛成派。こちら若者の支持率ナンバーワン、流行やトレンドをいち早く知って人気者になりたいならこの番組とも言わしめる星空トゥインクル。惑星移住に対する魅力をどこまで伝えることができるのか気になるところですね。バラエティに富んでおり、若い層の方でも聞きやすいのがこの番組の魅力ですからね。星尾さんは幼いお子さんのいる家庭を持っていますし、内子さんは避難区域出身の方のようですから、はい、新惑星が落ち着いて自由に過ごせる場所であるということを若い層へどのように向けてアピールできるのかが鍵となりますね。星尾と内子の星空トゥインクル。ということで今日も始まりました
星空トゥインクル。本日も進行役を務めますうちこと星尾です。ついに明日ですよ星尾さん。もう私ドキドキしてしまって。私もとてもドキドキしています。明日の投票で移住するかどうかが決まってしまうなんて。ということで本日のゲストの紹介です。朝の情報番組でコメンテーターとしてだけでなく二児のママタレとして活躍されている夏木絵里さんと、シンガーソングライターとして世界的に活躍されるだけでなく世界各地にある避難区域の子どもたちへのボランティア活動を年100回以上されている夢丸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夢丸です。しくよろ。私この1週間惑星移住に夢と希望をすべてかけて過ごしてきました。絶対に惑星移住をしましょう。これからの未来のために。いやー、なるほどなるほど。双方譲れないものがあることが分かりましたね。しかし誰しもが事情を抱えていることも確か。お互いの主張をじっくりと聞いていきたいと思います。それでは反対派のラジオ局に視点を合わせてみましょう。本日は特別番組ということで惑星移住や現代社会の問題に関してさまざまな見解や書籍を発行されているゲストのお二方にお越しいただきました。古典芸能の魅力を落語を通して発信しているだけでなく現代の日本におけるさまざまな問題について取り組んでいらっしゃる落語家の一ノ松幸治さんと、日本に居残る10の理由という本を著作し今話題沸騰中のカリスマ心理カウンセラーひろあきさんです。一ノ松さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ひろあきさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日はお二方ともお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ番組にお呼びいただきありがとうございます。いや、先生にお会いできるとは身の引き締まる思いです。そんなにかしこまらなくても大丈夫ですよ。そういえば僕この番組いつも聞いてますよ。本当ですか？なんだか実際に聞かれてる方か目の前にいらっしゃると少し恥ずかしいですね。いや、朝にコーヒーを飲みながら聞くとこれがまたいいんですよね。いいですね。素敵な朝ですね。それでは早速にはなってしまうんですが、はい、本題に移っていきたいと思います。先日の放送からお二方に宛てたご意見ご質問を募集したところ、たくさんのお便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はその中でも多かったご意見ご質問をテーマにラジオ番組をお送りしていきます。はい、本日一つ目のテーマはこちら、これからの日本。はあ、大きく出ましたね。国民投票が明日に迫っていますからね。皆さんの関心が一番高いのではないですか？まあそうなりますよね。僕はこれからも日本は地球に残って温暖化対策に取り組んでいくべきだと思いますよ。ひろきさん、それはどのようなお考えで？いや、まずね、はい、移住賛成派？あの人たちはただの新しいもの好きなんですよ。自分の知的好奇心を満たしたいようにしか思えませんね。今のこの山場を乗り越えることができれば我々人類は新たなステップを踏むことができる、そしてまだ見ぬ新たな、世界の始まりを見ることができると僕は思うんですがね。確かに地球温暖化対策の取り組みの中でも大きな発明がありましたよね。空気圧縮で走る車なんかは特にです。それです、あの発明で、排気ガスの排出量が減少につながったということは数字の上でも明らかなことなんですよ。数字ですか？8年前なんかは年々排出量は増加していたんですが、この車が流通してきたここ数年は、まあ、年 2% とか 3% とか、まあ、少しずつではあるんですが着実に減少していってるんですよ。そうなんですね。いやー、高校の取り組みは唯一政府を褒めることのできるポイントだと僕は思ってたんですけどね。まだ新たな世界、僕はこの空気圧縮の技術で飛行機をも飛ばすことのできる排気ガスゼロの世界だって実現可能だと思うんです。ただ惑星移住が現実になってしまうとそれらの研究が無駄になる可能性があるということですか？そこなんですよ。もし仮に、仮にですよ、惑星移住が現実のものとなってしまった場合、これまで人々の費やしてきた、努力であるとか、時間であるとか、コスト、これらすべてが水の泡になってしまうと、もうこれは人類にとって大きなマイナスになってしまうんですよ。
こんな中途半端な状態で移住賛成派はまた新たな惑星を汚しにかかろうとしている。いつまで同じことを繰り返せば気が済むのか。僕は呆れて物も言えないですよ。ひろあきさんの言う通りです。本当に惑星移住をすることが我々にとっていいことだとは思えませんよね、はい、移住賛成派の勝手な行動によって守り築き上げてきた英知が冒涜されるなど到底許されることではありません。考えるだけでヘドが出ます。惑星移住をすることが逆に惑星移住は地球にとってデメリットだというふうにですね、反対派の方はおっしゃっているんですけれども、そもそもその考え方は間違っております。ここで賛成派に何やら動きが。こちら側ではリスナーさんからのお便り相談室を開いているみたいですね。ペンネームなみこさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。新惑星は未知数なので危ない、住めないと両親が言っているけれど、それは本当なのでしょうか。自分は新惑星で過ごしたいから意見のすれ違いがとても苦しいです。新惑星こそ私たちが安心安全に暮らすことのできる場所なの。それな、今って日本だけじゃなくて世界的に見ても私たちが安心して暮らせる場所なんて本当に限られているの。今って温暖化の問題で海面上昇問題であったりとか空気汚染だったり紫外線問題など地球の問題は山積みなわけで、そんなところで子供たちに影響がないわけないのよ。そうですよ。確かに排気ガス量は減少しました。それは素晴らしいことです。ですけれども子供の喘息や皮膚病は年々増加し続けていることを私は見過ごすことはできません。今年になって喘息になった子供の数は1万人ですよ。信じられませんよ本当に。夏希さんは以前に子どもの外遊びに対する親の意識調査をされてましたよね。毎年やっているんですけれども、ここ5年ほど外遊び反対派が 70% を下回ったことはありません。つまり今の地球は子どもたちが安心安全に暮らすことが難しい場所になってしまったのよ。夢丸的にもエルヌマの言葉 2000% わかるでしょ、うん、だって昼の日差しが強い時間帯とか曇りの日とかは紫外線が強すぎて外に出歩けなくてマジテンション下げ下げって感じだし、うん、しかも紫外線で特に子供に影響が強いからマジピエン丸って感じじゃん。でも新惑星ならその可能性がほぼ 0% なわけでしょ。その通りよ。だったら賛成するしかないって感じなんですけど。さすがですね、丸さん。惑星移住反対派の方って研究費用さえかければ温暖化問題は解決するとかなんとか言ってらっしゃるでしょ、はい、とてもじゃないけどそんな風に思えないですしね。実際に開発されたものが世間一般に広まるのって結構時間がかかるわけですしね。空気圧縮で走る車なんて未だに避難区域には普及していませんし ね、 市場に出回った時も値が高騰していてとてもじゃないですけど買えませんでしたね。もっと避難区域の費用に使うか惑星での快適な暮らしのための開発費用に使ってもらいたいですね。子供たちのことを考えると今すぐにでも新惑星に移住したいって考えてしまいますよね。知らん、いつまで待てばいいのって感じ。お便りくれた子は今ラジオ聞いてくれてる感じなのかな。親と意見がすれ違ってマジで辛いよね。わかる。親世代が育ってきた時代とは今明らかに違うし、親ってネットのことはわからないってすぐサジを投げたりするじゃん。親世代は新惑星の魅力知ろうとしてないってことないかな。なんで耳を塞ぐんだろうね。ここは一つ熱意を持って教えてあげてね。今日のラジオぜひ参考にしてみてね。はい、ピン。続いてのお便りはこちら。ペンネーム米田原さんからのお便りです。ありがとうございます。自分は惑星移住賛成派だが今現在の仕事が移住先でも続けられるのかが不安です。安心して移住できるか教えてください。はい、大丈夫です。保証手当がありますので、もし仮に新惑星の移住が決まった場合は、会社側がきちんと行政に手続きを行えば今まで通り仕事をすることができます。社会保険に関するセミナー僕行きましたよ。とても勉強になりましたね。ですか。移住先で仕事関係にやっぱりトラブルがあった時もバッチリ保証が効くから、ちゃんと保証書は保管しておいてね。保証って言ってますけど本当にそれらが問題なく適用されると思ってるんですかね。僕は何でも情報を鵜呑みにする考え方は理解できないな。ここでひろあきも物申したいことがあるようですね。何やら政府のあり方について思うところがあるようですね。思い出してみてくださいよ。政府はこれまで様々な保障を謳ってきましたけど、
それが一度でも問題にならなかったことがありましたか？ありません。干ばつで農作物が不作になった時も、原因不明の感染症が流行した時も、不正受給やら保証の行き届かない人々で問題になってたじゃないですか。本当にそんな政府の言うことが信じられます？信じられません。だって5年前の選挙の公約では、温暖化対策の取り組みの補助を多くの政党が謳ってましたけど、結局その裏側では惑星移住の計画を進めていたようですしね。新惑星が正式に公表されてからはお茶を濁すような政策ばかりで、正直どこも信用できませんよ。完全には信用できませんよね。はい、特に最近の政策には目も当てられない、うん、今後も浮かび上がってくる問題をその場しのぎで何とかするのが関の山ではないですかね。あんなに地球温暖化対策と歌っていたくせに、蓋を開けたらこれですよ。嫌になりますよね。全く、やはり今の私たちには惑星に移住することなんて絶対に認められません。はい、明日の投票は移住に反対で決まりですね。そもそも現状維持しか考えられない人ってどうかなって思っちゃうんだよね。今移住の決断をしなかったら10年後20年後も結局地球温暖化対策の話に進展はなかったっていうのは明らかだし、あの時移住しておけばよかったっていう会話が目に浮かぶんですけど、とここで夢丸が立ち上がった。こちら側もかなりヒートアップしております。大体地球温暖化対策の話ってかれこれ数十年以上前からやってるのに、動きに何も進展はなくて現状維持って感じだし、うちらにできることは全部やってきてるのに何も変わらないってことは、そういうことなんじゃないの？避難区域出身の子供たちが年々増加し続けていることは無視していいことじゃありません。そうよ。変わらないならこのチャンスで変えるしかないんですよ。そう、必要なのは勇気だよ、勇気。なんで新しい一歩が踏み出せないのかな。新惑星だと外を怖がらずに自由に出歩くことだってできるようになるんです。災害で離れ離れになった家族や友達とまた会うことだってできるかもしれません。随分都合のいいことをペラペラと話しますね。惑星移住賛成派は環境を変えたところでまた同じことの繰り返しになることがなぜわからないんですかね。何も分かってないですよ。新惑星にいて50年後100年後また同じ悲劇を繰り返さないとなぜ言い切れるんですか。新惑星にいても悪いことしか起きないじゃありませんか。そうです。それならばこの地球で我々の罪を償うべきではありませんか。温暖化の再発なんてもの所詮たらればに過ぎません。一度溶けてしまったアイスを元に戻すことはできないけど、元のアイスを溶かさないようにする方法なんていくらでもあるっての。新しい環境になることでむしろ良いことだって十分に起こりうるってことですよ。今のこの悪い環境の影響で子供たちの心身に大きなストレスがかかっていることは今も問題になっているんです。このストレスの影響で子どもたちの間でいじめの問題が発生していると調査に上がっています。新惑星に移住することでこうしたいじめやストレスを減らす良いきっかけになるんですよ。そうですよ。罪を償いたいという人たちのエゴに子どもたちを付き合わせるつもりはさらさらありません。子どもたちのために、そして自分たちのために移住するべきです。いやいや、エゴだなんだって言ってる人ほど利己主義な人なんですよ。子どものため、子どものためって口を揃えて大きな声で言ってますけど、本当に子供のためを思って言ってるんですかね。そうだか。新惑星に行った先の孫の代、ひ孫の代が幸せになれるリソースが残ってるなんて保証、それこそ一つもないじゃないですか。所詮は新惑星への過大な夢を抱いているに過ぎないんですね。夢を見ることの何がいけないんですか。地球温暖化が進んだこの地球で一体どれだけの人々が叶わぬ夢を抱き、涙に濡れたか見に来なかったんですか。うち子の目に涙が光る。聞き迫る表情にも見えます。外で遊びたい、温かいご飯が食べたい、家族と一緒に暮らしたい、こんな小さな願いすら叶わない人たちがたくさんいるんですよ。災害や公害に怯える必要のない新惑星でならみんなが手と手を取り合って平和に暮らせるかもしれない。そんな幸せを、そんな願いを願っちゃいけないんですか。夢を見ること以前に現実を見つめた方がいいんじゃないでしょうか。愛する地球を捨てて違う惑星に行くことなんて本当に人間の所業とは思いません。私たちは都合のいい夢を見ているわけじゃないんです。新惑星に行くことができる技術力、問題なく生活をすることができる開発力、地球温暖化で学んだ経験があるからこそ実現できることがあると
そう言いたいんです。その通りです。地球か自分かどちらか選べと言われたらみんな自分を選ぶでしょう。偽善を押し付けるのはやめていただきたい。あなたたちはいいですよね。避難区域に住んでいないんですから。本当よ。私たち避難区域の住民なんかどうでもいいから、地球への愛とかなんとか都合のいいことがことを言えるんですよ。いいえ、私たちには地球に残らなければならない使命があるのです。我々が作り上げてきた伝統文化、重要文化財は皆さんもご存知でしょう。平等院報道や厳島神社金閣寺、これらの歴史を守り何年もかけて作り上げてきた先人たちの知恵を伝承していくことは我々人類としての責務なのです。もし移住が決まってしまったら日本国内にある全ての重要文化財が失われることになります。確かに移住先でも重要文化財を再建築することは可能かもしれない。しかしそこに価値はあるのでしょうか。文化や建築物を重要文化財たらしめるのは時間と歴史なのです。つまりこの日本に存在するものこそが本当の重要文化財であり伝統文化なのです。それが失われてしまうんです。日本の文化を守るという点においても私は絶対に移住に反対です。一ノ松幸二が伝統文化への愛を語る。ああいえばこういうの極致ですね。もう終わりが見えません。私も介護をしている高齢の母がいるんです。そんな母に移住なんて無理はさせられません。断固として反対です。私も依然として反対です。愛すべき地球を守らずしてどうするんですか。子供は国の宝、子供の未来を守らずしてこれからの未来はお先真っ暗ですよ。今こそこの環境を変えるべきです。チャンスを無駄にするわけにはいきません。どう考えても移住賛成。移住することでみんなが幸せになれるんですもん。その投票は移住に賛成で決まりですね。ちょっと何言ってるかわからないですね。こんな風にすぐに感情的になる人の考え方は理解できないんですよ。僕はもう少し論理的に話を進めたいんですけども。論理的とか感情的とか今は関係ないでしょ。これはもう戦いなのよ。ここはパッションで押すべき。移住に賛成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 。やかましい。反対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 賛成賛成反対反対。これは賛成。全体どうなっている。賛成反対の声が場内に響き渡る。まるで海のうねり、山のとどろき。これはもう収集がつきません。賛成反対賛成。いやー実に興味深い。2222年は大きな動きがあった時代だったそうですが、本当だったみたいですね。史実よりももっと面白いことが起きていたなんて。いやーこの時代に来てよかったよかった。私興奮して喉が渇いてしまったよ。あの投票結果見ていかれないんですか。だって私たち未来から来たんだから結果なんて見なくてもわかるでしょ。見たかったのは家庭だから私は満足です。それもそうですね。それじゃあタイムマシンで帰りましょうか先生。ええ、さようなら2222年。国民投票が行われる日です。皆様の一票が私たちの未来を決めます。それぞれの思いを胸にその一票を投票してください。
club. Cause if I ever tried to cut a rug, by the time the night is done, you would know that I'm a strange one. I don't ever know what to do, how to find a beat, how to groove. But I dream about finding you. You make me wanna sway. And you say, dance with me, not on chum chule. I don't care about where or when, pick a song that never ends. Dance with me, not on chum chule. Close your eyes, just move your body. If you only knew what it's like to feel like you have all eyes on every little move you make. You can't seem to find your way. Maybe all this time I've lied. Maybe I just never tried. Cause boy, when I'm alone with you, you make me wanna sway, wanna move. Dance with me, not on chum chule. I don't care about where or when, pick a song that never ends. Dance with me, not on chum chule. Close your eyes, just move your body. Strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh.
受けてきた鏡前の姿、この弱さを飲み込めたなら少しだけでも強くなれるかな。とりあえず足を止めてみて、周りを見渡してみたら、そこに変わらない景色が僕をそっと照らす、yeah. そのままでとりあえず無理、できることならもうあんな風に骨を見せたい、いつものように yeah. Yeah.
他の思い Please don't ignore スイーツはねすぐに捨てそうな出てくる言葉は吐き出せそうさ生活の中にある現実も全てを今吐き出すこれが理由とここに期待はなく受け入れることができるはず、yeah.愚かな僕らでいいんだそのままでさとりあえず moving 腹を割って We are talk together以上をもちまして、本日の講演はすべて終了いたしました。最後に本講演のメイキング映像をご覧ください。この映像はメディア学部の映像チームが出演者およびスタッフに講演直前まで密着して撮影したものとなっております。長期にわたりこのような愛情たっぷりのメイキング映像を制作してくださり、本当にありがとうございました。それではお楽しみください。
本公演の出演者、スタッフ一同、感謝申し上げます。Hearts on fire.